あ、お姉ちゃんかな。せっかくだし、お疲れ様くらい言ってやるか。お疲れ様でーす、未来次長。どうしたの、お姉ちゃんその格好。だから窓じゃなかった。見ないさん、職場では講師を分けて接するようにと、あれほど。んなこと言ってる場合じゃないでしょ。一体その服は何、なんでそんなに怪我してるのよ。いや、ちょっとね、例の重要参考人を張り込んでたらどういうわけか格闘になって、それでまあ見かけほど大した傷じゃないから大丈夫よ。大したことあるわよ。はあ、ジャケットボロボロじゃない。腕も足も怪我だらけなんて、後残ったらどうすんのよ。労災出るかな。労災の前に生命保険の心配しろっての。大体今日の張り込みは退屈なくらい安全だから平気だって昨夜言ってたじゃない。それが一体どういうわけ。安全だったわよ、途中まではね。ただちょっとイレギュラーがあって強行せざるを得なくなったんだから仕方がないでしょ。あ、取れた。俺は何も見ていない。何も見ていないぞ。夢だ。俺が今見ているのは夢なんだ。いくら警部さんだからって女の身で犯人とやり合うなんて無茶というか自殺行為だよ。水戸のご老公じゃあるまいし、警察手帳を見せたからって相手はひれ伏して抵抗をやめたりしないんだから。ねえ、分かってる？分かってるわよ。
水戸水戸ってうっさいな。今回のはたまたまだって言ってるでしょ。しょっちゅうだったらたまんないわよ。ここは国連軍指定の紛争地域かっての。外国行ったこともないくせに。ものの例えよ。にしてもちょっと藤田さん、あなたはこういう時のための静止役プラス護衛役でしょ。なのにちゃんとしてくれなきゃ困りま。藤田さん、おーい。無駄よ。今の藤田くん、死刑宣告よりも恐ろしい言葉を山のように食らって返事をしないただの屍状態だから。はあ、まあいいわ。とにかくこのまま課長のところに行くわけにもいかないし、ちょっと着替えてくる。まどか、悪いけどそのゾンビくん、刑事一家まで連れて行ってちょうだい。よろしくね。あ、ちょっと行っちゃった。って、自分こそ区別全然できてないじゃないの。それにしても、ユウコ、俺が悪かったから許してくれ。本当に何があったのよ。いくらなんでも扱いがひどすぎるんじゃないか。配属早々準キャリアのエリートさんを次長につけるなんて。確かに修学旅行の行き先が姥捨て山になったようなもんだからな。
次長って役職まだあったんだな。この5年間ずっと空席だったからてっきり廃止されたと思ってたぜ。6年だろ。確か最後になったやつって堀口のじい様だったはずだからな。そうだそうだ、思い出した。とりあえずラッキーで昇進試験受かって警部になったけど、全然結果出せなくて課長補佐止まりで、定年前の1年だけ箔付けについたって話だぜ。ああ、そういやあったな、そんな噂が。実際あの堀口のじいさんって次長になってから毎日暇そうに机に座って新聞ばっか読んでたっけ。いくら使えないからって一日中やる仕事もないってのは見ていてちょっと気の毒だったな。いくら給料ただ取りでも、あの次長職だけは、俺はごめんだね。それにしても、一体どうしてこんな人事になったんだ？畑副署長の意向だよ。仮にも中央の幹部候補生さんに合うようなポストが、課長補佐では低すぎるってのが理由だとさ。低いも何も。だからって窓際に置くか？普通。仕方ないさ。あの子って確か山沖署長直々の将兵って話だろ。ということは副署長が早速目をつけて飛ばしたってことだよ。またそれかよ。たっく、こんな小さな警察署で何派閥作っていがみ合ってんだか。バカバカしくないのかね。まったくだ。で、あの修学旅行生さんはどう出ると思う？ま、順当な線では中部管区局のお偉方に泣きつくんだろうな。そんでその後はどこか別の署に配置換えになるって流れだろう。いや、それだとわざわざ研修出向で呼び寄せた署長のメンツが立たないぜ。俺はとりあえず何かの実績に便乗するまで長いバカンスだと思って適当に過ごすと思うけどな。現場で活躍することなんて上は求めてないんだからさ。どうかな。キャリアウーマンってのは、とにかく男社会に対して攻撃的で、自意識過剰だからな。ガンガン上にも下にもぶつかって、盛大に空回りし続けるんじゃないか。で、プライドがガタガタになって落ち込んでる彼女を慰めて、くどいちまうってか？ドラマの見すぎだっての。いいじゃねえか。気は強そうだけど、あの子結構レベル高いぜ。ま、そうでなくてもあの子を狙ってるやつ知ってるだけでも結構いるんだからな。誰が落とすか、それも見物さ。あの小娘がまたお手柄か。まったく腹の立つ話だな小島君。おっしゃる通りです。これはちょっと我々の想像を超えていましたね。想像も何も、悪運が強いと感心しているだけだ。
今日引っ捕まえた奴は例の密売グループの重要参考人という話じゃないか。これで先月に続いて今月も一課の奴らにでかい顔をされるな。二課の連中は何をやっていた？あ、はい。二課の捜査員は今、先日県警本部が立ち上げた合同捜査本部のもろもろ雑用に駆り出されて、大半がかかりっきりになっています。それで他の捜査の処理が遅れていて。なあ、わかった。もういい。一課は今月だけで3件、県警本部でも未解決だった重要事件の解決に貢献しています。現行犯逮捕を本部の刑事たちに譲って、実績に残らない事件については確認できるだけでも4件。おかげで機動捜査隊の早見隊長などは彼女のことを姫と呼んで相当に目をかけているそうです。姫か。バカバカしいほどご体操な呼び名だな。それだけ実力を認めているということだと思います。実際県警の堂島課長は非公式ではありますが、山沖署長に彼女の捜査一課での引き受けを本気で打診したとのことで。酒の席での社交辞令だよ。それを聞いていた噂好きが面白おかしく誇張して広めただけだ。それほど県警本部は人材不足というわけではないしな。推薦組の肩書きは伊達ではなかったわけだ。将来あの小娘を上司に会うことになるのか。メス取り歌えば家滅ぶというが、世も末だな。若い小娘が大きな顔で桜の大門を振りかざすようでは、警察の威厳も落ちたというものだ。そうは言いましても、実績を上げているのは確かです。うちの二課の連中でさえ、見ない次長の見識と手腕は、今までの修学旅行生とは違うと申しております。それは私に見る目がなかったと言いたいのか？いえ、そういうことでは。あくまでも現場の連中がそう漏らしていたという話で。
やはりいくら優秀でも若年に加えて女性ですからな。個性派で職人気質の連中を従えるには荷が勝ちすぎていると思いますが。ここまでは良かった。何でも見ない警部は欧米式の捜査手法についていろいろと知識がおありのようですから、現場の連中にもその実行がどんなものかを実際に学ばせるいい機会だと思います。それならばむしろ二課へ取り込んでおくべきだったな。それにしても岡部課長。なんだ？いや、ずっと不思議に思っていることなんですが、美内次長と山脇所長はどうしてあんなにもいがみ合っているのでしょうか。常識的に考えても所長派であればあの言動は。そんなもの単なる周囲へのパフォーマンスだよ。なんせあの小娘の妹は。誰か噂してる？あ、ただいま。あ、おかえりなさい。こら、窓か。制服未着用で警察の関係施設を利用するのはご法度よ。やれやれ、入ってくるなり第一声がそれですか。こっちとらわざわざサービス残業までして藤田さんの愚痴に付き合ってあげていたというのに。そういえば当の藤田くんは？ああ、とりあえず帰るって。帰ってとにかく土下座でも何でもして奥さんに謝るってさ。まったく。だったらせめて一言くらい言ってから帰りなさいっての。とばっちり食らわせた後だから顔合わせづらいんでしょ。とりあえず次長には謝っておいてって繰り返してたよ。気持ちはわかるけどさ、あんまりいじめちゃダメじゃない。
いじめてないわよ、まだ。まあいいか、余裕なかったんだろうしね。まどかもいる？この後外食なんだけど、まあいっか。ウーロン茶冷たいやつね。はいはい。私からの残業代ってことでどう？あの泣き言を延々聞かされた代価がこれってのはちょっと納得いかないんだけどな。にしてもまあ、お姉ちゃんも災難だね。まさか藤田さんと一緒に張り込みしてるところを浮気現場と間違えられるなんてさ。何やってたの？別に変なことはしてないわよ。ちょっと周りの騒音がひどかったから耳元に顔を寄せて話してたのが、つまりキスしてるように見られたってわけね。なんとまあお約束な。藤田さんの奥さんってやきもち焼きっていうか、すごい人みたいだね。なんでまあそんなきっつい人と一緒になろうって思ったのやら。小学校からの幼馴染らしいわよ。それとその言い方はやめなさい。あんただって他人のことが言えるわけ？おっといけねえ。で、喫茶店で激しい口論となり、修羅場劇となったところで、重要参考人が偶然喫茶店を訪問。そしてうっかり、張り込み中だと藤田さんが口にしたのを聞かれて、刑事がいるとバレて逃げられた。そのまま追っかけっこの始まり、始まり。さすがに引っ込みがつかなくてね。このまま逃げられたら絶対警戒されて、証拠物も隠滅される可能性があったし。一か八かだったけど。さらっと流すなよ。でもその頃藤田さんは地獄だったんだって？どんな感じだったの？戻った時には奥さんはいなくて藤田くんは床に体育座りしてたからな。マスターの話だとお決まりのあなたを殺して私は逃げるが始まっていたらしいわよ。いや、私も死ぬの間違いでしょ。逃げてどうするのよ。
古風な考え方のくせに自分が美人だって自覚が全然ないからな。にしてもよく捕まえられたよね。犯人って元陸上の県代表だったんでしょ。陸上って言うなら私だってそうよ。しかもこっちの方が年は若くて持久力もあるんだからね。走り高跳びと持久力ってなんか関係あったっけ。冗談よ、さらっと流しなさいっての。お姉ちゃんのジョークは分かりにくいんだよ。だからといって見習う気にはなれないけどね。ところで、え？さっき今夜これから外食だって言ってたわよね。相手は誰？行く。まさか一人で食べるわけないよね、あんたが。あそのね、だから言っておくけど嘘を言ったら怒るわよ。本当のことを言ったら。場合による。ただしある条件については無条件に起こる。いや、そのとりあえずうまい言い逃れの方法をってあるわけねえ。お姉ちゃん誤解してるよ。本当普段はだけど全然悪い人じゃないんだから。そりゃもう今晩行くところだってきちんとしたところで。ま、いいわ。時間は大丈夫なの？なんなら近くまで送っていってあげよっか？いや、それはいいけど。っていうかその、行ってもいいの？いいも何も、もう予約しているんでしょ？もったいないし、行ってきたら？え、あ、うん、そうする、ね。普通の警察署なら間違いなく懲戒食らってるよね。お姉ちゃん、分かってるよ
ねえ、今日一緒に行くのって、カオルさんなんだけど。だから？いや、だから、その…何深読みしてるのよ。私は普通に、行ってらっしゃいと言ってるの。え？まあ、いくら姉妹でも、他人の恋愛に口を出すのってみっともないしね。言いたいことは言ったつもりだし、あとは、あんたの見る目に任せるわ。それって。結婚に関してはともかく、交際のことは、これ以上私は何も言わない。応援はさすがにしたくないけど、邪魔もしない。結局最後は、まどか次第だもんね。お姉ちゃん！何？ううん、何でもない。行ってらっしゃい。悪い人じゃないか。知ってるわよ。あんたよりも長いんだから。だからこそ、なんだけどな。出世のために所長をたぶらかしたか。でも実際のところはどうなんだろう。そもそも、なんでマドカは警察官に？まあ、いっか。
恋人か。だからあの子には幸せになってもらいたい。私の分まで。何度見ても意味わかんないな。父さん、
された刺激は特殊なリズムになる。